はい、こんにちは。まゆチャンネルまゆはるです。はい、青鬼3の続きやってきたなと思います。はい。はい、今日もドキドキでやりましょう。うん。はい。じゃあお願いします、しんくん。はい。コンティニューでね。この間すごいことになっちゃったからね。ゾンビ青鬼出てきたからね。うん、しんくんの方ですね。はい、ロード。さあ、あ、そうだ。たけしなんだ、今。うん。で、どうなったんだっけ。ボタンを押す。なんかないね。あ、でもいける、普通に。うん。これ右左いけそうだね。お、当病院のフロアご案内。手術室、待合室、受付、作業療法室だって。なるほど。でとりあえず、ちょっと待って、そう、それそれそれ。あ、そのフロアマップだ。あ、なんか消えてるよ。1と4って書いてあるのはわかるね。緑が、あー、手術室の次にレントゲン室があるのか。怖いんだけど。とりあえず手術室。あ、キラッと、キラリと光ってる、あそこの本棚みたいなところ。本当だ。なんかあるでしょ。ん？奥に何かあるぞ。絵本。絵本を手に入れた。絵本って、さ、その台と台の間になんかボタンみたいなのがあるの。何でそれ。それそれそれ、ボタン押す。何もない。あれ、なんか右奥行ってみたら変な紙がある。あ、本当だ、張り紙がある。レントゲン室は右手にございますって。じゃあレントゲン室行ってみるか。うん。あ、やばい、またなんかあのボロボロなやつがあるよ。で、ちょっとあのボタンもあるけど。うん。ボタン押す。何もない。ちょっと気をつけた方がいいよ。とりあえず。気合い出てくることない。もうハンマー持ってないんだもんね。何この青い。これは手術台だよ。この後ろの中、ライトのところに青い変なのがくっついてる。あ、本当だね。上行ってみる、今度。でよ。3番、受付。受付だね。おっと、またボタンあるよ。ボタン押した？一応押してみるか。うん。はい。ちょっと一旦セーブしとこう。一旦セーブしとこう。セーブ。セーブ。よし。よし。ああ、怖い。はい。頑張って。その人体模型みたいなの怖いね。うん。そこ、張り紙がある。張り紙がある。張り紙。健康第一。ヘルスカムズファーストって書いてた。へえ、うん、健康第一だね。この電話なんかある。あ、何もない。左側も張り紙があるよ。3食食べて健康に。3 meals a day ってやつ。うん、そこ時計みたいなのがあるね。お、あ、止まってる。ん、8時8分25秒で止まってる。8825。これなんかヒントになりそうだね。お、いや、これまだわかんないよ。あ、これで。いや、違うと思うよ。一応こうやってて数字が違うよ。あ、違うね。スペードとかのさ、あ、スペードは8だよ。スペードは 8？ ああ、そういうことだ。じゃあ左側のところは8になるんだ。でもまだクローバーとハートとダイヤが見つかってないからわかんないんだ。あ、うん、うん、じゃあ8って覚えとこうね。うん。ってことは他にもあったんかな。さっきのレントゲン室の方とかにもヒントがあったのかな。向こうが作業なんとか室って書いてある。作業療法室ね。うん、作業療法室へゴー。あー、ちょっと下下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 下これ大丈夫でしょ。ああ、よかった。上だね。いや、怖かった。いきなり出てきて、えちゃん絶叫すんだわ。うわー、すごいことになってる。これは松葉杖とか、あそこにボックスあるね。待って、まずボタンを押して、うん、何もないか。じゃあ隠れるボックスね。ボックスね。じゃあこれまた後で出てきたら隠れましょうか。
左上のそれは何かあるの？その左上。あのベンチ？そうそう。何もないか。車椅子も何もない？動かせたりしない？ないね。そんなもないんだ、うん。もう一回そこの張り紙見てみようか。ここね。うん。あ、ハートだこれ。ハート3だ。ハート3。ハート3。あ、こういうのか。うん。ハート3。じゃあ。あ、左下とか右下。あ、ダイヤか。ダイヤが。ダイヤ1だ。1。うん。で、他にある。じゃあ、あの張り紙かな、これ、ここの椅子からの上に向こうに行けんじゃないの？ああ。その下から行くんだよ、下から。下？その右下、そうそっちから。上に行ける。上に行けない？無理。無理か。じゃあ、ずらすんじゃない？椅子ずらせない？ずらせない。クローバーの4。クローバーの4。これでいいんだ。こういうことか。うん、これで、あそこ開けられるんじゃない？うん、いや、鳥肌立ってきた、また。8、4、3、なんだっけ、1か。1。答えた。開いた！よっしゃ、どこ開いた？お、あ、なんか光ってるよ。地下通路の鍵を手に入れたって。ここも何もない、そこ。何もない。何もない、わかった。ちょっとごめん、今ね、見ちゃった。このフロアマップの番号あんじゃん。1、2、3、4、5。そう、この順番にスイッチを押すみたい。あ、でした、それ覚えてて。うん、手術室は右なんだよ、うん、まず右のスイッチ1、うん、はい、押す。で、左戻るでしょ。戻る。うん。で、2番はもう一回地図見て。間違えてたから下だ。うん、そうだね、下だね。ボタンを押す。そうだね、押す。はい。次はまた見てみて。次は受付って書いてあったかな。受付だね、上だ。受付は上だね。そこ、はい。で、戻る。で、作業療法室は左だね、左。ここね。うん。最後に、あ、やばい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 、そこ隠れて、頼む、お願い、セーブしないんだよ。来た。あ、よかった。そしたらまた上行って、一番右の部屋だね。一番右の部屋、レントゲン室。あー、びっくりした。そこのスイッチを押す。おー、向こう側行けるようになった。穴が開いて向こう側に行けるようになった。あ、オッケーオッケー。セーブセーブしとこう、セーブしとこう。はぁー、怖えー。あー、怖かったね。そしたら下に行って左、あ、左か右かあるね。左一応行け。あ、左。内側から鍵が開けた。何？よかった、たけし、よけて、たけし、無事でしたか？あ、よかった。あ、エイシンも無事そうだな。たけしのおかげです。何でも死ぬかと思ったで、ガタガタ。これね、おぉ、いい死になった。この病院の出口を探しましょう。うん。え、あっ！お、一緒に、下行くのかな？下。ドライバーを使ったドアに固定されたネジを外した。あ、ドライバーを使って、あ。うわぁ、びっくりした。怖かった。何が起こったの？なんか落ちてきたね。あ、向こう戻れなくなったってことだ。うっそーん。あー、あ、戻れる？あ、瓦礫で取れない、やっぱ。あー、びっくりした。ちょっとセーブしとこう。セーブ。もう怖いよ。オッケー、はい、じゃあ下行こうか。うん。わー、うわ、なにこれ、死体安置所じゃないの？大丈夫？あ、
か光ってる。光ってる。ちょっと取っとこ取っとこ。ナースからの手紙。うわ怖いよ。また手紙とか。ナースコールの取り付け口。え？ナースコール？ナースコールってなんだろう。あの無線みたいなやつだね。鍵がかかってる。あ、右もあった。右もあった。え、じゃ右もあった。本当だ。そう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 。あ、エレベーターだ。エレベーター。エレベーター。おい、このエレベーター、地下に行けるみたいだ。上には出口がないし、地下から出られないか行ってみないか。そうですね。動かせるか調べてみましょう。エレベーターは動作していない。あら、左側のやつは？エレベーターの、あ！電力供給盤のようだ。バッテリーがなくなっている。じゃあ階段の上行ってみようか。うん。怖い。はい、行けた。図書館。ちょっとあのさ、左上のタンス見てみてよ、タンス。タンスね、なんかありそうだね。ああ。隠れただけか。これじゃたけしが隠れらんない。うん。え、このドアはないかな。あ、入れた。なんもない？なんもない。テンティ、ナースコール、ナースコール、やった、ナースコール手に入れた。なるほど。右も行ってみようか。ああ、した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 。なんで戻った？なんで戻った？もう一回連続で出てこない人さすがに。あ、アーゼニボックス。ああ、怖い怖い怖い。オッケー。オッケーオッケー。で？何か。何ですか？ないか。あ、なんかなんてだ。棚の引き戸は鍵がかかってるって。これも鍵が必要なんだ。そうみたいだね。とりあえずあそこにナースコールを設置しようか。うん、こっちだったよね。そのそこそこ、その真下の方これだよね。ここじゃあこれでメニューでナースコール、ナースコール、アイテムでナースコール使用する。ナースコール押した。え、ナースコール押した。ナースコール押したってことは手紙は3回読んで、その後に向こうのベッドを読んで。怖いよ、もう怖い。3回読んで、その後に向こうのベッドを読んで、じゃあここでナースを3回読んだ後にベッドを呼ぶ。ベッドがある部屋を探して、その部屋に内線をかけろということかもしれません。だって、じゃあこれ3回ナースを置くのね。うん、はい。で、ベッドのある部屋。ベッドのある部屋どこだっけ？あった、ベッドのある部屋。ここエレベーター室で、この下鍵かかってて。ベッドのある部屋？戻ればあんじゃない？これ？でも内線らしきものがないね。お、小さな箱を手に入れたって。なんかついてる。ボタン付きのアイテムを手に入れました。アイテムから小さな箱を選択してボタン部分をタップしてみましょうって。怖い。ちょっとタップしてみる。何が起こるの。タップしてみる。あ、鍵だ。は、鍵を見つけた。205号室の鍵だ。ということは、このようにアイテム自体をタップして調べることもできます。うん、この先謎解きで詰まるときは画像をタップして調べてみましょう。うん、だって怖い。あ、さっき閉まってた。そうだね、あそこが開ける。そういうことかな。え、怖い。あ、これ無線。これだ。違う、無線じゃない。これ無線じゃないの。無線じゃないみたい。これは中なんかある。何もない。何もない。え、これ何？この部屋何？怖いんだけど。怖いよ、もう鳥肌立ってる、もう本当に。電話さんが繋がれていないようだ。は、これタップしてんじゃない？怪しいところね。周りもタップしてみたら。電話線が繋がれてないからダメだ。電話線は何ここ？これ死体安置所だよ。やばい、やばい。
じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。はあ、怖かった今回も。もうね、毎回ね、こう鳥肌立つね。しかも今日は本当に夜に撮影してるからめっちゃ怖いね、うん、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、はい、それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。